Peggy 12.皆さんこんにちは、空の桜井正宏です。大乱闘スマッシュブラザーズスペシャルなのですが、この度日本ゲーム大賞でなんと5冠を達成するという記録が出てしまいました。その他にもすごくいろいろな賞をいただいています。一つ一つが大変重たい意味を持つ賞だと思っており、投票してくださった方とか支えてくれてる方々にこの場を借りてお礼を申し上げます。どうもありがとうございました。では早速今回の解説に行きたいと思います。まず最初にネオジオとは何か。1990年アーケードと家庭用で統一規格を持つゲーム機もしくはシステムの名前です。90年というとまだスーパーファミコンが出た年ですから、それまでゲームセンターのゲームを遊ぼうとすると劣化した移植版みたいなものをファミコンでやるしかなかったんですね。ですがネオジオというのは、アーケードゲームを家庭用で遜色なく遊ぶことができました。自分が1990年というとだいたい入社当時に近いんですね。そんな頃、レンタルなんかもやっていました。つまり、ビデオ屋さんでレンタルをしてそのまんまお家に持って帰って業務用とアーケードと同じような遊びができるという。その後、家庭用で売られてるんですが、ソフトが3万円ぐらいしたんですね、1本。高いって思うかもしれないですけど、考えてみればアーケードで300回ぐらい対戦をすれば元取れちゃうんですね。それは当時としては、比較的安いと思う人もいました。だって300回だって、スマブラって1000回とか1万回とかいう人本当にいますからね。そして MVS という名前で、いろいろなところに、アーケードとしても出ていて、アーケードゲーム機としてはとても安かったんですね。またリースをしていました。つまり貸し出しをする。それによって駄菓子屋でメタルスラッグがいっぱいあるとか、そういうような状況ができたわけですね。でネオジオ家庭用はですね、こういうコントローラーで見えますか、4つのボタンだったんですね。そして、これがネオジオの実機。ここリセットボタンで、ここにでっかいカートリッジ入れるんですね。ネオジョなんちゃって。実はこれですね、ネオジョ X というその後に出たハードで、なんとこの携帯機なんだけど、携帯機のネオジョなんだけど、このキャビネットに入れると水泳機器としても遊べてしまう。スイッチも真っ青の携帯型水泳機という、こういう派生バージョンもいろいろ出ているのが特徴です。次に画廊伝説とは。1991年、つまりこれはストリートファイター2と同年度ということになりますが、後発として出たタイトルです。ストリートファイター2と比べて後に出た作品ですから、後追いで、スト2のヒットにあやかって作られたかのように語られることがあるんですが、それは正しい認識ではありません。ストリートファイター2も画廊伝説もどちらもストリートファイター1を母体とする流れで作られています。事実画廊伝説というのはストリートファイター1の企画者がディレクターをしているんですね。へーっていう声が出ました。同じように対戦型、格闘ゲームです。ストーリーはジェフ・ボガードというがギース・ハワードに殺されまして、その仇を討つべくギース・ハワードが開催しているサウスタウンにおけるキング・オブ・ファイターズという対戦大会に出場するというものです。今キング・オブ・ファイターズというちょっと見慣れた言葉が出ましたが、そうなんです、ザ・キング・オブ・ファイターズという人気シリーズがありますが、それはもともと画廊伝説の世界における格闘大会をモチーフにしたものです。そして、テリー・ボガートというのはその画廊伝説の主人公、そして、ザ・キング・オブ・ファイターズには解禁を果たしている代表的なキャラクターとなります。そして今画廊伝説およびザ・キング・オブ・ファイターズのシリーズを遊ぼうとしたら、スイッチで、アーケードアーカイブズでいっぱい出ているんですね。もう何を選んだか分かんないっていうようなこともあると思いますが、画廊伝説だったら画廊伝説スペシャルを、ザ・キング・オブ・ファイターズだったらキング・オブ・ファイターズ95あたり、もしも対戦格闘をちゃんと駆け引きも含めて遊ぶというんだったら98あたりをお勧めしたいと思います。
これからテリーボガードの解説を行おうと思うんですけれども、実は今収録日が1ヶ月も前なんですね。1ヶ月も前、つまり編集とか翻訳があるために、そのぐらいの時間が必要ということだったんですけど、これはまだ、開発論ができきれていないという段階です。なので製品と異なるところがいくつかあると思いますが、それはご了承ください。今回はせっかくですから SNK 成分多めで、つまり若い人置いてきぼりで話をしようかなと思うんですけど、まあ安心してください。もともとだってスマブラの64の時からサムスって誰とかよく言われたもんです。そのキャラクターが古いか知ってるかみたいなことよりも、やって面白いかどうかっていう方が明らかに大事なので、今回はテリーの魅力に迫るというか、しっかりと伝わるようなプレゼンをしたいと思います。どうぞよろしくお願いします。では参ります。はい、これが、今作スマブラのテリーボガードです。ちょっと時代を感じる服装ではありますが、最大限までかっこよく見えるようにいろいろ工夫をしています。竜と並べると本当にこれスマブラなの？っていうような印象ありますね。竜と同じくワンオンワンだと相手に対して向き直るという設定になっています。相手の方を常に見るような感じですね。後ろの方に回ってもくるっと相手の方を向き続けます。そしてそれぞれの技の紹介。弱攻撃はジャブ、ボディーブロー、そしてハイキックと、それぞれ、ガロー伝説のシリーズなどでおなじみの技になっております。そしてダッシュはパワーチャージ。これは、リアルバートガロー伝説スペシャルとかに出ているような技ですね。一応必殺技の一種ということになります。原作では。強攻撃はミドルキック、ライジングアッパー、そしてアンダーキックです。やっぱり竜なんかに比べるとそのスピードは全体的に遅れてしまいますね。それも原作と同じようになっています。そして、スマッシュ攻撃系、まずバックスピンキック、これはいわゆる吹っ飛ばし技に相当するようなものですが、原作よりはかっこよくモーションを作っています。そしてワイルドアッパー、スライドキック、どちらも原作でおなじみのものです。空中技、ジャンプ手刀、ジャンプテリーキック、ジャンプ後ろ回し蹴り、そして、サマーソルトキック。ただこのサマーソルトキックっていうのは原作にはありませんでした。どうしても上を攻撃する技が必要だったので、新しく作っています。そして、ジャンプ聖剣突きというのが下空中攻撃です。下空中攻撃はうまく当てればこうメテオにすることも可能です。これ竜と同じですね。次に投げについて、前投げは同じにバスタースルー、後ろもバスタースルーです。そして、下投げはネックブリカードロップ。テリーボガードってこんな技使ったっけなんて思うかもしれませんが、これはガロー伝説ワイルドアンビションという作品で使っていますね。ハイパーネオジオ64というのが懐かしいですけど、ね、そして、上投げはグラスピングアッパー、いわゆる避け攻撃をその場で行うものですね。今避け攻撃って言いましたね。あるんです。その場で、避け、その場回避を行ってからすぐにボタンを押すと、ふっとすぐに反撃を行うんですね。避け攻撃の際は上半身無敵になるので相手に対して打ち勝ちやすい技になります。次に必殺技の説明です。まず B ボタンを普通に押す、いわゆる通常必殺技はパワーウェーブです。必殺技はですね、ボタンを押す長さによって弱強の二通りの打ち分けができます。これ弱、遅いですね。これ強、速いですね。竜はボタンが3つだったので、必殺技の入力というのは弱中強だったんですね。でもテリーはボタンが4つで、パンチボタンとかが2つしかなかったので弱と強の2つのみです。これ全ての必殺技に適用されるので覚えておいてください。ところでパワーウェーブというのは地を這う飛び道具ですが、空中ではどうなるのか。
まあ、原作だと空中でこれらを撃つことはできませんよね。こうなります。キングオブファイターズ96からパワーウェーブは飛ばなくなったんですけれども、なんとなくそれを再現しています。空中での牽制なんかにも使える技ですね。そして次に相手の方向をしながら必殺技を押すとバーンナックルです。これも弱と強があるんですね。またコマンド入力があります。コマンド入力つまり、いわゆる波動拳コマンド、こう下を入力してから横を入力して、ボタンを押すというふうにするとちょっと強力になるんですね。つまりバーンナックルは4つあります。コマンドなしの弱、コマンドなしの強、コマンドを入れての弱、コマンドを入れての強という。もちろんコマンドを入れての強が一番強いです。コマンドを入力するとコンという音が入ります。またコマンドに成功するとちょっと炎に緑のものが混じっているものが分かりますでしょうか。一応わずかな見た目で変化もあります。やっぱりコマンド入力の強で出すのが一番強くて、相手を KO することもできるぐらいです。ただ、基本的にはシールドされたりもするので、それは要注意ですね。隙だらけになっちゃう。そしてスマブラとしては初なんですけれども、前必殺技と後ろ必殺技というふうに横必殺技を2つに分けています。後ろ必殺技は特別に1個多いですが、クラックシュート、これもまた、原作で馴染みの技ということになりますね。そしてこれもコマンド入力が可能です。コマンドの方向は下から横に、横にというか後ろに入力しての攻撃ボタンです。 A ボタンでも B ボタンでも使うことができます。コマンドアリバンクラックシュート、結構長い収力があるという感じですね。少し弧を描いて飛びますから、相手の対空なんかにも使えますし、また近距離で出すと、もしもシールドをされた時にも前が離れるので反撃を受けにくいです。ちょっと覚えておいてほしいことがあるのですが、画面外でクラックシュートを打つとこんな感じになっちゃいますよね。このバーンナックルもクラックシュートも前進をするという技なので、復帰がしにくくて困ると。なのでコマンドをせずに後ろの方に入力をし続けると、戻る方向にもクラックシュートを打てるようにしておきました。もう一回いきます。こうして後ろ入力し続けると戻る。素早く入力したりとかコマンドを入力すると、崖外の方向に飛んでいってしまうので、それは気をつけましょう。そして上必殺技はライジングタックルです。これも弱と強がありまして、ちょっと高さが違います。そして下に軽く溜めてからボタンを押すと全身が光ったのが分かりますでしょうか。これ、出だしだけ無敵になっています。足元はどちらでも無敵です。無敵っていうのは何かというと、例えばですね、普通のライジングタックルの場合、いくよーボスッと、今一方的にやられましたよね。コマンド溜め版ライジングタックルの場合、起きて、はい、この瞬間無敵なので一方的に相手に打ち勝つことができるんですね。もちろんライジングタックルは復帰技としても使えます。そしてバーンナックルやクラックシュートを使ってもその後にライジングタックルを使うことができます。これも復帰に役立つので覚えておいてください。そして下必殺技はパワーダンクです。上昇してから下って攻撃をする技ですね。こちらは、コマンド入力は、横下斜め下ボタンということになっています。いわゆる昇竜拳コマンドなんですね。そうすると、出だしに無敵が発生します。またヒットした時にスコーンって音が入るんですね。聞こえにくいかもしれないですけど。ところで必殺技キャンセルについて解説をしたいと思います。ぜひ覚えていてほしいです。まず普通必殺技の入力というのは、
通常技を攻撃して出したら攻撃が戻った絵が出てから攻撃が出るんですね。そりゃそうだと。だけどそのキャンセルを使うとどうなるかというと、蹴りを行う。この瞬間に必殺技コマンドが成立していると、その引き足をキャンセルして攻撃できるんですね。もう一回やってみます。普通に蹴りを出す、引き足が出てから技が出るはずが、攻撃をしてそのまますぐに必殺技モーションというアクションを使うとすごく幅が広がりますので、まず試してみてください。例えば弱攻撃ワンツーパワーダンク、これ基本ですね。その他にも例えばこんな風に M 字に飛んでいったりして、原作では地上技しかキャンセルできないんですが、こちらの方では空中技でも普通にキャンセルできたりします。まあ、空中技でキャンセルできるものは、ジャンプニュートラルとか、下攻撃とかそういうようなものに限ったりするんですが、まあ、できるとなんか技の範囲が広がっていいんじゃないかなと思ったりもします。そして、いよいよ最後の切り札です。最後の切り札はトリプルゲイザー。3つのゲイザーをそのまま前に打ち出すという技なんです。で、いやでもこれでヒットをするだけだと思ったら大間違いで、これを当てると というふうに、トリプルゲイザーから始まってパワーダンク、そしてバスターウルフという3つの技に組み込むようになっています。ビジュアル技ですね。じゃあちょっと疑問なんですけど、もともとの超必殺技はどうしたのかというと、あるんです。普通のルールだと、テリーの体力が100以上になった時、そして体力性とかだと全体の、総体力の 30% を切った時ぐらいに、下の方にゴーサインが出ます。そして、この時に特定のコマンドを入力するとというふうにパワーゲイザーが炸裂します。そのコマンド入力というのは、原作の言葉を借りるとですね、下、斜め下、横、斜め下、前というちょっと複雑なコマンドです。下から後ろやって前というような感じですね。一応アクションゲームなので、右にも左にも打ち分けることができます。その場合は、どちらの方向にあったとしても右入力と左入力を入れ替えちゃえばいいんですね。下から後ろに来て前か、この下から逆方向の前かという感じ。そしてもう一つ超必殺技があります。というバスターウルフですね。これは、下から横、そして同じように下から横というふうに波動拳コマンドを2回繰り返すことによって出すことができます。原作通りにやると技の入力というのはすごく複雑なんですけれども、実際には簡易的なコマンドも使えます。パワーゲイザーの場合は下横下前というふうに覚えておいてください。下要素横要素後ろ要素ですね、後ろ要素、下要素前要素というふうに入れていれば大丈夫です。また、バスターウルフについては下横下横のみ。これで、なんとなく覚えやすくなったんではないかなとは思います。とにかくコマンドの入力が難しいし、また実は簡単にガードできたりするんですよね。もちろんガードされると自分がピンチの時にしか出せないんだからとっても不利なんですね。なのでハイリスクハイリターンな、まさに、最後の超必殺技として使っていただければと思います。連打しても構いませんが、連打をすると読まれやすくなるというふうに覚えておいてもらえればいいんじゃないでしょうか。基本的には相手の意表をつくこと、そしてこういうふうにキャンセルに組み込むことなどが考えられますね。アピールも原作を踏襲していまして、上はキングオブファイターズシリーズのヘカマカマン、
下は、リアルバートシリーズなので出る帽子くるくる、そして、横方向はガローマークオブルーズなので見るスタンダーですね。また声なんかは、先ほどから必殺技をいくらかやっていますがというふうに、昔の長いバージョンちゃんとパワーウェーブというバージョンと、後の方のシリーズの短いバージョンブロッキューとかいうそういうのを織り交ぜて、作っております。そしてカラーバリエーションです。シリーズの中のいろいろなカラーがあったりしますけれども、実は帽子のデザインが少しずつ違ってたりするんですね。どれも原作などを踏襲しているもので、キングオブファイターズ14とかアニメ版の鉄板になってるやつとかそういうものも採用しています。一応帽子を脱ぐことはあります。例えば勝利ポーズとか体力制でやられた時にも帽子が吹っ飛んだりします。ステージは KOF スタジアム、キングオブファイターズスタジアムという名前がついています。もうガチで戦うための闘技場みたいな感じになっていますね。オーロラビジョンの上にある文字はキングオブファイターズと書いてますね。ザがないです。ザがついてるのは実はゲーム、キングオブファイターズというのは設定上の格闘大会ということになります。ここ実はかなりの特殊ステージでして、スマブラで今までなかったルールを採用しています。このまず端っこが壁なんですね。基本的に吹っ飛ばす、スマブラにおいてこの壁でどうするのかというと、だんだん吹っ飛びが増えるごとにその壁の演出が強くなっていくのが分かるでしょうか。そして最後にはこう突き抜けちゃうんですね。後ろに花火とか上がっていますけど、つまり相手を強く吹っ飛ばせるようになると初めてリングアウトが発生するというそういう特殊仕様のものなんですね。これによってより格闘ゲームらしい戦いが繰り広げられることになります。壁にかなり近い場合、低体力でもそのまま KO になることがあるというのは普通のステージと同じですね。リアルバウトガロー伝説シリーズに壁にぶつかると壁が破壊されてリングアウトになるというような仕様があったりしました。それを完璧に踏襲しているというわけでも別にないのですが、特殊なルールとして遊んでいただければ幸いです。ところで背景にゲストキャラクターがいますよね。せっかくだからその紹介もしていこうと思います。まずアンディ・ボガード、テリー・ボガードとは義弟の関係になりますね。両方とも、ジェフ・ボガードが孤児院から、拾って育てたというようなことになります。ただお師匠さんは、テリーはジェフ・ボガードなのに対して、アンディの場合は知らぬ今の祖父ということになりますね。骨董使いです。ジョー・ヒガシ、ガロー伝説の最初の方にいる、主人公3人の中では唯一ギース・ハワードとのしがらみがない人ですね。ムエタイのチャンピオンです。カンフールー、八極聖剣の使い手で、ジェフ・ボガードのお師匠さんということになりますね。体を大きくしたりもできます。ビリー・カーン、初代から出ているギース・ハワードの右腕にまで上り詰めたような男です。初代からいますが、コスチュームはキングオブファイターズ97以降のもので、背中の方は全く見えないかもしれませんが、禁煙マークもちゃんと書かれています。ギース・ハワード、サウスタウンを牛耳る黒幕といったところですね。テリー・ボガードの宿敵でもあります。ビルから落ちるのがお約束ロック・ハワード、ガロー・マーク・オブ・ルーズというような、作品から出てきて、さっきのギース・ハワードの息子、そしてテリーが育てたという人になります。つまりこの姿この大きさで出てくるというのは時代的にはおかしいんですけど、まあスマブラってもともとそういうもんですしねキム・カッファン、テコンドー使いで正義感というところですね。砲脚は有名ですね。山崎隆二、ガロー伝説3から出てきた、闇のブローカーといったところです。利己的な男ですね。サドマゾ。ブルーマリー、
画廊伝説3から登場している、コマンド三没会です。テリーとは良い飲み友達だということです。画廊シリーズに出ていた、キャラクターはこうで、その他の作品のキャラクターも紹介します。朝宮アテナ、サイコソルジャーです。サイコソルジャーっていうのは1986年頃に出た、初めてテーマ曲をフルで歌うという記念すべきゲームなんですが、その記念すべき音楽もスマブラで新しく制作をし、日米ともに収録しました。音楽スタート。草薙京、草薙流古武術を使うというザ・キング・オブ・ファイターズシリーズの主人公。主人公といってもオロチ編とかネスツ編とか、それぞれシリーズに違いがありまして、主人公という観点も、ものによって違ったりします。永遠の学生ですね。矢上伊織、もともとは草薙京のライバル的な立場で出てきたんですけどね、当時このキャラクターが出た時にこの格好とその言動でこれ作った人天才じゃないかなって思ったりもします。大門五郎、日本チーム所属で、柔道の金メダリストということになります。投げキャラですね。チャンコーハンとチョイボンゲ、片方が脱獄囚で片方が、切り裂き魔といったところですね。先頃出ていたキムカッファンに構成を受けてる最中です。ラルフ・ジョーンズとクラーク・スティル、これはネオジオが出るよりも前の作品怒りというシリーズの主人公です。もともとはメタルスラックに客演したりもしますね。両坂崎、龍子の剣の主人公です。龍子の剣は画廊伝説2が出るちょっと前に出たのですが、つまり超必殺技を初めて、実装したゲームということになりますね。使わざるを得ない。キング、龍子の剣から出ていたバンサー、つまり用心棒です。断層の霊人といったところですね。そしてユリ坂崎と、ワンで、誘拐をされることになったんですが、それから格闘を練習して極限流を極めてしまったというたったの1年で、つまり天才ですね。というふうにいろいろなキャラクターを作ってしまいました。総勢20体。やっぱりめんどくさいんですよ。めんどくさいというか手間がかかりすぎる。だけどやっぱり一つ一つのキャラクターにシリーズを超えた思い入れがある人がいっぱいいるので、どうしても頑張らざるを得なかったというところです。ところで、画廊伝説にとても大事なキャラクターというのが一人出ていなかったですよね。そう、知らぬ今井です。残念ながらスマブラってのは良い子のセロ A なので出すことができませんでした。お許しください。ところで、それぞれの、俺曲セレクトでいろんな曲が入っているのですが、それにちなんだゲストが出るようになっています。例えば、アンディ・ボガードのパスタという曲があるんですけど、それが流れるときにアンディが必ず出るというような感じになってるんですね。それもお楽しみいただければと思います。では、ざっくりと説明もしましたし、実践に入りたいと思います。今回はなんと勝ち上がり乱闘でいこうと思います。テリールートですね。しかも本気度を最高まで持ってって本気度 9.9 までいけるかどうかというのを頑張ってみたいと思います。あのですね、正直いろいろな解説を混ぜながら超難易度のゲームをやるっての本当大変なんですよ。どちらかだったらできるけど、なんかタスクが両方に持ってかれたりして、でもそれは両方頑張れってことですね。頑張ります。まずザ・キング・オブ・大乱闘という名前がついています。これですね、ゆかりのあるキャラクターが3人1セットで出るというどっかで聞いた感じのゲームになっております。まあ、最初は本気度 5.0 だからまだいけるだろう。ちなみにみんな体力制です。さっきの、このステージの KO ルールみたいなものがあんまり生きないのはしょうがない。ただ、基本的に対戦格闘風の、ステージが多くなっております。一応やってみた。一応ここでも KO というか、リングアウトを狙えなくはないんですけどね。まあその前に決着がつくことが多いでしょう。はい、破った。
なんかくれみたいになっちゃった。次、ラウンド2です。ゼルダチームですね。ただ、ゆかりのあるキャラクターを、それぞれチームにしてるとはいえ、同じシリーズとは限らないです。曲はソウルに移行ですね。これはキムカファンステージの曲で、プリズンタワーの下のところから、動かないように設定しています。あとあれですね、この画面外に出しちゃうのが一番楽なんですけど、今回はそれを狙わないです。見ていてつまんないですからね。おっと出しちゃう。こっちこっち。爆発する。爆発されてしまう。よし。ブーメランは帰ってこないな。端っこいっちゃダメ。入って。はい、かん。帰ってやられる。キャンセル。パワーダンクするとき帽子後ろの方にかぶってんですね。次は巨漢ステージといったところですかね。巨漢が揃っている。もちろん、曲はター君とキタピーです。もちろん座れてもね、そもそもター君とキタピーって誰だよっていうことですけれども、どうも、田中君と北村さんというらしいですけど、この曲は、画廊伝説2に出ていたビッグベアという巨漢レスラーがいまして、その曲です。もう、曲の名前についてはともかくとして、もう音楽としてはすごいハードロックがかっこいい名曲ですので、ぜひ聴いてみてください。元曲がありまして、勇者ライデンっていうんですけどね、それは巨漢の覆面レスラーがいまして、それは、ビッグベアの正体がそうだったというようなことになっております。ライデンっていうんですね。ジャンプ。そろそろ本気度が辛い、ラウンド4。ちょっと雰囲気が違いますよね、全体的には。なんか今まで対戦格闘のような平地ステージだったのに、いきなりこんな、戦場になったりして。アイテムも出てますね。これは、アテナっていう作品がありましてね、アーケードゲームに、それをちょっとモチーフにしてみたものです。お、メタル。まあ、元々が考えてみたら、パルテナ様も、ゲームの方のアテナもギリシャ神話のアテナをオマージュしてるのかなっていうようなところありますからね。それに、2人とも同じという同性能のやつが2人いるっていうのもなんかやってみたかった。極限流チームっぽくていいな。油断してるとボロッとやられちゃうので気をつけながらやりますな。一応クラックシュートなんかはこの上の方の台座を狙えたりするので使い道があることもありますね。牽制力、おっと危ない。かえって弱まってるんじゃないですか、ボールを持つことで。そろそろきつい。本気度は端近くになっています。相手はそうですね、他者ヒーローチームといったところですかね。ここでソニックとテリーが出ていますけど、実はソリとテリーって、91年生まれで同い年です。そしてその次92年のカービィが出るんですね。まあみんな年取ったねっていうことででも現役だねと。実はこの下の方のこういうアンジュレーションを利用した方が戦いやすいんですね。特にトラックシュートなんかは上り坂で使うと使いやすい。やばい、これはこんなに食らってる場合じゃないです。150から始まってるってことは気持ち負けてます。次6番、87年生まれですね。つまりこれは初代ストリートファイターが出たのも87年なんで、リュウと同い年ってことです。
まずい。出ちゃうんだよ。あ、出ちゃった。ごめんなさい。そして80年のパックマン出てきました。もちろんあのこれバンダイナムコスタジオで作ってるんですけどね、その時には御社のキャラクターっていうのそしたら、やってる人が、あ、弊社のっていうそんなやり取りがなされてる今日この頃です。おお、やばい。だが最後まで諦めてはいけない。なぜなら超技があるからです。どうですか、ダメですか、そうですか。じゃあこれでどうですか。でもね、あんまり連打しちゃダメです、本当に。次は闇チームってところですね。ギースに醤油が流れて、屋上が舞台で、大体最終決戦の様相を催してます。おお、いかん。次ガノンドロフです。食らいたくない、一発も食らいたくない。ほんとでかいんで、まずい。ああいう前の甘いようなことをしていっちゃダメですね。まずかった今の。よし、一発も食らわないで済むかな。次が怖いベヨネッタ。はい、全力です危ないね。今空中ジャンプをかませたら危なかった。ほっほっ、危ない。うまいね。ほれぼれしちゃうね。だけどそのチャンスをうまく生かせないのが敗因ですよ。さあ最終戦です。マスターハンドではなくて龍剣テリーと続きます。龍子の剣バージョン 23000000.0 が流れて、まあ、つまりスペシャルステージの様相です。めっちゃ強いから頑張んなきゃいけないですね。これはペースとしては負けてます。150から始まるということは、蓄積ダメージ100までで龍を倒したかった。まあだけど最後まで諦めちゃいけません。超技があります。でも最後がテリーっていうことはそのテリーも超技を使うんですよね。なんて言ってる場合じゃないな。喋りながらほんと大変。あ、いかん。いかんね。よし、こっからが問題だ。ジャスト失敗。そろそろ相手が出るよ、警戒しないとね。でもパワーウェーブかここ超技で決めたら最高だったんですけどね。さて本気度は 9.0 じゃない、 9.9 に届いたかな。届いた。はい、お疲れ様でした。いやー、テリーボガード本当楽しいんで、こういうところも遊んでいただければ幸いです。次に曲についてです。今回は非常にスペシャルな構成になっています。まあ例えば今回の曲のセットを決めるにあたり、テリーに関連する曲を中心に考えてみたんですけれども、テリーの曲というのはビッグバンドとか、そういう曲が多くて割と対戦感に合わないんですよね。だからというわけではないですが、 SNK の曲というのは昔から良かったです。
で、今回は SNK というジャンルとみなして選曲を行っています。つまり画廊伝説やキングオブファイターズのみならず、その他のシリーズにも、少し広げているということですね。昔から SNK の曲良かったんですよ。ネオジオ以前も良いですし、キングオブファイターズも昔も良かったし、最新作の14とかもすごくいいアレンジをなされていたんですね。で、いろいろと探った結果として、たくさんの候補から絞りに絞って50曲選んでしまったんですね。それで、まあさすがにそういう契約はしていないですから、とりあえず50曲の中から、何十曲か許される範囲で選んでいただこうと SNK さんに出したところですね、 SNK さんが OK って言ってくれたんですね。というわけで、大体50曲相当の、曲が実装されています。リストをご覧くださいという感じになっているのですが、今回はアレンジもここぞとばかりに頑張っています。あくまで今回はスペシャルということで、その他のシリーズでこれだけのサービスがなされるわけではないですが、もう正直言ってこれだけの曲が聴けるだけでファイターパスの値段相当というか上回るぐらいはあるんじゃないかというふうに思うぐらいですね。ぜひお楽しみいただければと思います。スピリッツボードもついています。スピリッツボードはスピリッツのモードから選ぶことができますが、見てください、この背景、懐かしい人には懐かしいものが広がっています。そして蜃気楼さんのイラストはいつもにこやかでいいですね。それぞれの、キャラクターで疑似対戦が楽しめますので、ぜひお楽しみください。昔のアテナとラルフ・クラークすごい絵だな。次にミーファイターです。こちらをご覧ください。今回のミーファイターセットは、やっぱり SNK さんもあって格闘ゲーム感マシマシになっていましたね。ナコルルの風切りとか原作を踏襲していたりもしますので、そういうところもお楽しみください。次にアミーボです。新登場のアミーボはこちら、シモン、クロム、ガオガエン、それぞれ11月8日金曜日に発売です。次にアップデートの話題です。専用部屋について少し改良を行いました。まず専用部屋でメッセージを送れるようになりました。固定のメッセージです。それと部屋を作ったプレイヤーがルールを変えられるようになりました。またステージの設定に戦場化ランダムとか終点化ランダムを追加することになりました。その他部屋の目的に VIP のみというのを設定できるようにしました。なお、知らない人とプレイできるのは誰かトラントだけではないんですね。部屋の目的が誰でも OK で鍵がかかっていなければ自由に入っていいというのがルールだということで、
遊ぶ側はよろしくお願いします。テリーは11月6日に配信です。ファイターパスがあればそのまま受け取りができ、単体でも購入可能です。以上でテリーボガードの解説についてお開きにしたいと思います。魅力が伝わってくれれば幸いです。ところで参戦ムービーを事前に流してしまいましたね。 SNK のドットで構成されているものです。それも、完全版ができました。ゲームパートを含めたものですね。それをこの後に流したいと思います。裏話なんですけれども、あの SNK の、いろいろなドット絵が出てくるというような参戦ムービーももちろん私がプロットを書いてるんですけどね、招待状が出るときに以上 S っていうふうに書いていましたよね。あれ私が書いたプロットではなかったんですなんかあのうちわっぽいのは嫌だなと思って、ですが、スタッフに任せたらいつの間にかついていたというS はスマブラの S でもあるということでお願いします。それでは行ってみましょう。今回はちょっとボリュームがたくさんすぎました。次からはもう少しコンパクトにまとめてお送りしたいと思います。